俺多分やるんじゃねえかと思ったんだよ、絶対逃げなかったからさ。岩橋が自分のプランかと思ってるぞ。だっけ、え、これ俺かいけいけイワシジョッキーです。おめでとうございました。ありがとうございます。500勝、今のお気持ちは？嬉しいですね。500っていう数字は改めてこういかがですか、達成されて。いや、結構やっぱり少し、長かったかなと思いますが、もちろんいろんなこともあったし、はい、まあ、これも別に転じて この場所で今500っていう数字を、まあ、踏みしめたわけですけれども、はい、どうでしょう、振り返ってみて、あるいは先を見据えてそれぞれに思いあろうかと思いますけど、これからも行けるように頑張っていきたいと思います。改めてそのどんな頑張り、どんな活躍、あるいはどんなことを意識して仕事していきたいな。そうですね、やっぱりいろんな方々の感謝の気持ちを忘れないで、そういうふうに、あと一応大事に乗りながら頑張っていきたいと思います。今日は一つの区切り、おめでとうございました。ありがとうございました。また次も頑張ってください。はい、すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。